所属してますパナップです、社会人5年目です、現在ミストラルに所属しています。よろしくお願いします。はい、今回は、グラボの説明をさせていただきます。グラボを取るときに私が意識しているポイントは3つあります。1つ目は、まずクロスにポケットというか、まあ、ポケットがあると思うんですけども、クロス面の全体で捉えに行くっていうよりは、点でしっかりグラボを取りに行くっていう意識を持ってグラボをしてみてください。2つ目は、上の手で取りに行くっていうよりは、しっかりボトムを使ってボトムでボールの先をコントロールする、クロスの先をコントロールするっていう意識でグラボをしてください。3つ目は、まあ、これ一番大事なんですけども、その場で止まって取るというよりはしっかりボールを、駆け抜けて取り去るっていうイメージでグラボをします。じゃあその3点を意識して、グラボをゆっくりやってみます。まずは、面じゃなくてしっかり点で捉えるで、上の手ではなくて下の手ボトムを使って、ボールを触るで、最後はしっかり駆け抜けるっていうのを意識してグラボやってみてください。